我々も初潜入になります。家もここで合ってるのかっていう。お邪魔します。おお、景色やばいな。これめっちゃいいな、この景色。この番組は瀬戸内海に浮かぶ愛媛県松山市の島嶼忽那諸島に属する9つの有人島の空き家を紹介する空き家バンク離島の空き家に掲載されている物件を調査し動画でご案内する番組です。調査員は秋葉城さんにやってまいりました。今日は中島の吉木地区というところ、中島の西側ですね。吉木地区は郵便局があります。ちょっとね、山側なんですけど、まぁ、ちょっと降りたら海があるところで、うん、でぐわーっと後ろがすごい平地が多いですね。あんまこんな景色中島ないですね。平地に畑がバーってあるの、うん、厚山にトンネルがあって、東側にすぐ行けるんで、西側って基本的に何もない場所なんで、東側に行ったら大浦地区があって、そこから港とかスーパーとかあるんで、こっからだったら多分ね、5分ぐらいで行けるよ、ね、港までね、車やったら。はい、そんな吉木地区の今回の物件、ちょっと近づいてみましょう。はい。すごい立派な石垣だよね。うん。で、この坂、坂を登っていきます。これ、ほんと、動画じゃ伝わらないですもんね、坂の傾斜が。結構急よね。うん。30度ぐらいある。ぐらいあるような。結構急なんよ。イチジクやるから。あ、ほんとや。水がついてきた。うん。いいですね。イチジクやる。食べ放題ですよ。はい。で、今回ご紹介する物件、こちらです。パパン。これ、カエデ？モミジ？カエデか。モミジだかカエデの中があるやん。うん。紅葉を楽しめるやん。うん。はい。この奥の家が、今回ご紹介する、空き家でございます。もう、ポストが木なんですよ。はい。で、我々も初潜入になります。まだ見てないですね。今来て、昨日、空き家の調査依頼があったぐらいよね。うん。昨日空き家の調査依頼があって、今日たまたま空き家調査だったんで、いきなり来た感じ。何の情報もないの。まあ、家もここで合ってるのかっていう。はい。多分、住所的に間違いないので入ってみます。はい。お邪魔します。おお、綺麗？綺麗？綺麗やん。しかも広いし。え、ええやん。うん。さ、出張も、段ボールで。ね。家を段ボールで補修してる箇所とかあるけど。ただ、ちょっと雨漏りの形跡が結構あるね。なんかすごい変な間取りというかな、空間というか。そうだね。玄関がこういう作りってなんかちょっと変わってるね。うん。で、ちょっとこことか。結構ありますね。あるね。で、ここは直した跡がある。うん。雨漏りはもう結構しとるみたいだね。うん。そこは何？収納。あ、収納か。靴箱がないんだ。うん。はい、ここは、ここでも生活できるぐらいの。うん。安くなったら。いけますね。はい。そしたら、どっちから行く？こっち多分キッチン。キッチンでしょ、ね。キッチンから行ってみましょう。はい。はい。キッチンです。あれ？こっちから行ってみようか。オープン！じゃない。外した。え？ 4 畳半。外しましたね。この雨漏りの後は。雨漏りが結構あるな。でも、下までは染みてない。うん。なんか、あ、景色がいいです。あ、ほんとや。ねえ。うん。花粉と、ツツジ？これツツジかな。綺麗。ねえ。で、海が。見えます。ええやん。景色めっちゃいいじゃん、オーシャンビュー。うん。でも、海岸沿いでもないから、潮風とかも。うんうん。ほどほどで。いいじゃないですか。そっちが台所。こっちが台所だよね。いきますよ。はい。おお、広い。すごい直し方。直しとかな。直してもないか。はい。台所ですが、うん、一見さっぱりして綺麗ですけど、うん、こ
ここもやっぱ雨漏りがここやね。おここがひどいね。うん。雨漏りがある。ぷよぷよやなここ。え、これ何カウンター？あ、やっぱり抜けます。違う違うの。これあれ表面のやつがなんかしてるだけで。下はね、あ、ここちょっと血やばいからね。ああ。ここら辺ちょっと危ないかもしれない。え、このカウンター面白いね。こてって止めちゃう。開けるなってことやね。あれやね、綺麗に、あれやね、荷物は全然ない。ガスもあって、これでも綺麗じゃん。うん。これも綺麗に片付いたの。ああ、綺麗。わ、すごい。うん、やっぱでもこれ物を片付けといてくれると、うん。綺麗ですね。あとちょっと、あ、いいですね。うん。やっぱ小高い場所にあるから、景色がいいね。うん。あらららら。あらららら。あらららら。立て付けが出た。立て付け全部悪いな、やっぱ。うん。挟んだ。よっしゃい。食器など、食器などをね。めっちゃ収納できるやん、もう。うん。下もあるしな。ものすごい収納量。違うね。うちはお風呂がこんな、あ、トイレだ、うん、外からトイレ入れるんだ。しかも水洗、ウォシュレット付き、うん、あ、ウォシュレットじゃない、ウォールとかウォシュレットではないです。うん、電気あったまってるんだけどさ、はい、なんか独房みたいなね。この感じが、コンクリの打ちっぱなしの感じがするね。いや、でも綺麗だよ、普通に。うん、掃除すればいけるのか。そっか、こっちはコンクリート作りなのか。どっから違うの？ここ。ね。そうだね。こっからそうなのか。うん。すっごい、すっごい響くね。響きますね、声が。はい、お風呂場です。おぉ。落ちたよな。うん。そうそう、これはしっくり？しっくりか、しっくりやろ。しっくりが。ガラッと上がりする、うん、そんなことがあるで、これ、ところがこんな感じで、給湯は、あ、これ、給湯なんだろう、ガスなのか、灯油なんだ。あ、でもこれ、外もできる。街灯の塀。というわけで、うん、お部屋の方に行きましょうか。はい。どっちが今のどんだろうか、この隙間。なんか柱の感じはするな。柱がこうなってるように見えるよね。じゃあこれ大黒柱やな。大黒柱の傾いとって大丈夫な。すごいな。あ、こっちは。はい、お願いします。はい。おお。うわ、景色はいい、本当に。あ、本当や。景色は本当にいい。あれ、ちょっと傾いとおうかな。違うか、動くんか。若干まあこう畳もだいぶ傷んどるし、床もなんかちょっとあれやね、ちょっと微妙やね。シガリも入っとるな。軌道もだいぶあるな。すごい継ぎはぎっていうか、うん、なんかこれ隙間を埋めたんですかね。雨漏りがあった感じではないけどね。うん。はい、でここは何畳？4畳半で3畳。あ、こうなって、こっち傾いとるやろ。ああ。感じる、俺は感じる。うん、感じる。ねえ、ちょっとこう、うん、傾いとるね。でもこれ、立地的に怖いですよね。確かに。ここで傾いとったら怖いね。うん。はい、押し入れ。猫？なんだろうね、これ。はい。傷みたいな傷があるけど。うん。これすげえな、これ白あれ見て。うわっ、これなかなかやね。まあまあ入ってますね。うわ、これひどいね。うん。めっちゃプニプニするな。まあ、その立て付けも悪くなるわな。うん。どうなん、リフォームでなんとかなるもん。まあ、新しい針入れる。あ、そんなこともできるの？うん。でもこれ、ね、白あれだけじゃなくて、やっぱ傾いてますもんね。うん。
傾いてる。それがちょっと。こう見たらだって、こっち傾いてるもんね、なんか。ああ。こう。右に。うん、この柱はまっすぐ立ってるとして、こうなってるよね。ちょっと怖いですよね、やっぱ。これが平地やったら別にそこまで心配でもないけど。崖だからな。うん。この下がもう、すぐにね、もう下が。ね、結構5メートルぐらいあるんか。景色はいいです。うん。あ、これなんだよね。めんどくさいやつ？これ。これ危ないもんな。下に落ちたら、だもんね。ああ、もう。はい。で、こっちは、こっちも4畳半。うん。なんだこの。見てください。私がいます。あ、ほんとや。なんで？美しいな、これ。これ何年ぐらい前ですか？娘はこれ1歳ぐらいやろうっけ。ああ。6、7年前やな、懐かしい。わっ俺やん。サモン、グラスアートサモン堂の。ああ。開業のご挨拶。へえ。どっかで販売した月にこれ配っとんったんやないか。へえ。マジで？これしかも貼ってくれてるってなかなかね。だって別に裏穴開いっとるわけでもないでしょ、多分。そしてなぜか十四松は。ね。そう、作んの。十四松のみは。どうしよう。急に案内しづらくなる。六畳間。初めての六畳間です。いやでも床も結構なんか、あれやね。ブヨブヨは。ちょっとしとるね。もうシンプルイズベストのところの方ですね。すげえキラ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 。面白い、ね。これ動画で伝わるかな、このキラキラ感。ああ、ギリギリ伝わってるかも。めっちゃキラキラしてるの、これ。これ絶対猫飼ってたよね。飼ってるな。すごい。すごいという。ここも雨漏りの形跡は。こっち側はそんなにないのか。水回りの方がひどいんか。うん。この辺ちょっと白くなったのが違う。あ、これちょっと浸透やない。うん。っていうか上まで義堂があるね。ツタが被さってたから多分そっちから入ってきたんじゃないかな。ちょっとシロアリも、形跡が、そうか。もう裏が山なのかな。山ってことでもないんか。そっちが崩れることはない。大した山ではない。ただ倒、まあ、竹があるけん大丈夫かな。ああ。倒木とかもまあ、心配だよね、うん。はい。で、そっちは倉庫ですね。はい。まあ。どう？なかなか？おお。すごいね、あれ。これは、これもう屋外でしょ。もう、いらんもん全部詰め込んでる感じやね。これちょっと処分が大変。処分っていうか、ここも壊さんといかんでしょ。こっちの倉庫は、無理そうやね。家裏。なんかある。これ何？なんかある。トイレ？ブロックズ像やな。ブロックズ像ね。なんだこれは。あ、やっぱトイレや。ええー。和式と、こっち小便器か。ほえ。青空で。いいね、気持ちがいいね。これ、まあまあ、やっぱ、うん。高いですね。多分、飲酒も多分普通に通ってそうだね、この裏。で、なんか屋上があるっぽいんですよね。あ、行ってみますか。階段があるんで、上がってみようってことから。はい。屋上はちょっと期待できるよね。この立地だけ。これは大丈夫そうだね。うわ。何？ものすごい。ああ。たやきや。たやきやと思う。ああ、はいはいはい。目の前にトントンがあるわ。よいしょ。よいしょ。おお。よいしょ。でも川を見たらそんなにどんどん傷んでないと思うんだけど、でやっぱこのね、継ぎ目ぐらいから、ああ継ぎ目か、なるほどね。ここであとこれ草が、ああ入ってることになってるね。うん、外からシロアリが入ってくるわけですよ。でもこんなに屋根間近に見えるのいいね。やっぱ景色はいいな。景色やばいなこれ、なんか気持ちいいね。これいいね。めっちゃいいな、この景色。うまく活用できればね、なんか。
ビアガーデン。いいですね。中島ビアガーデンない。ないですよ、もちろん。まあでも、ビアガーデンじゃないけど、ビーチで一応まあ、飲めるけど。あの辺に見えてるのはもう広島県。倉橋島の奥がもうクレ。クレシア、クレシアだね、大体。庭も広いですね、こっちから見たらね。ああ、確かに。こっちも庭だから、なかなか広い。まあ、建物は今ね、傷みは多いけど、うんうん、うまくリフォームしたら、ちゃんと直せばね、すごいいい家になるんじゃないかな。どうでしょう。でもリフォーム結構お金かかると思うな。お金は相当かかるね。そう、いやし、直してもね、これ、やっぱ崖ってのがちょっと怖いは怖いんですよね。場所的に。はい。はい、見てまいりました。吉木地区の立地がめっちゃいい。めっちゃいいな。立地最高物件。ちょっと小高い丘にあるんで、海も見える、山も見える。ね、海沿いってよりなんかいいかもね。ね、海が目の前よりもまたいい、うん、いいよね、うん。方が。で、まあ、こんな感じで屋上スペースもあるんです。で、立地としては最高ですが、やっぱ母屋の状態が結構傷みがひどくて、まあ、リフォームがっつり結構しないと住めない感じですよね。うん。ね、雨漏り形跡と、シロアリと、傾き、ね、うん、これ直せる直せんことはないか。うん、でも直すってなったらやっぱ地盤改良とかそんな話になるかも。あー、なるほどね。杭入れてとか、うん、だってもう壊しちゃってなんとか。でもそうですね、立地は本当にいいからな、うん、まあそう、場所自体の価値、うん、結構価値がある場所だから、うん、うん、まあお金かけてね、この場所いい感じにであればね、うん、うん、うん、持ってこいな物件ですね。もう取り壊して建てるからがっつりお金かけてするかですね、うん、とにかく立地は最高なので、うん、いいんじゃないでしょうか。ザ・島暮らしっていう、みんな憧れる景色やろこれなかなかないよねこれは。瀬戸内海らしいですね、うん、うん、そんな感じでお送りしました。吉木の物件、我こそはという方はご連絡お待ちしておりますよ、うん、はい、さよなら、お疲れ様でした。